ちは、ピアノの翔です。今日もなごみコンサートにご来場くださりありがとうございます。国別対抗戦ということで、次の曲はモミの、これは1曲目、2曲目に比べれば少しマイナーな曲だと思います。このモミの木の作曲家はシベリウスという作曲家の曲です。シベリウスはフィンランド、北欧ですね、イケアとかでだいぶおなじみですが、北欧の、フィンランドの北欧シベリウスが作曲しました。でフィンランドといえばサンタクロースの国です。でサンタクロース、クリスマス、モミの木という連想ができるわけですね。でこの曲のクリスマスといってもイルミネーションがピカピカしているようなクリスマスツリーではなくて、私が感じるのは北欧のひんやりしたきめの細かい寒さの中、こうぬくもりのある暖かさ、ぬくもりを表現したようなすごく雰囲気のいい曲になっています。そしてモミの木はフィンランドでは冬の間も緑色の葉っぱがあるため、生命力の強い木として、とても心の支えになっている木のようです。ではこのシベリウスのモミの木に対する愛を感じながら聴いてください。Thank you.
ちは大声の草木です。しんみりした一曲だったと思います。次にお送りしますのは恨み驚々しいこの夏い夏っていう曲じゃないですよね。日本を代表する作曲家で滝廉太郎さんという人がいらっしゃいますけれども、この方は本当に優秀な方で、15歳で東京音楽大学、学校、今の東京芸術大学ですね、に入学されて、有名なのは、工場の月とか、花、鳩ぽっぽとか、家族の文部省唱歌を作曲されました。1901年にドイツのライプツヒにの音楽院に留学したんですけれども、本当にかわいそうなんですけれども、肺結核にかかってしまって、わずか1年で帰国して、お父さんのふるさとである大分県で、わずか27歳で亡くなってしまうんですね。死期を悟った彼は数ヶ月、多分4ヶ月くらいだと思います。前にこの恨みという曲を作曲しました。小歌曲とか歌曲が多い中、ピアノ曲を2曲だけ残してるんですね。その1曲なんですけれども、楽譜の余白には、ドクター、ドクターとなんか書いてあって、医者、医者と走り書きがあったとされて、生命の、緊張感を感じられる場面もあります。恨みとはですね、今さっき言いました憎しみとかという意味ではなくてですね、やっぱりもう死期を悟って物足りなくて心残りを強く感じるという意味で、不安や焦燥感、それがそのまま通されたような曲です。ですけどとっても美しい曲です。それではお送りします。恨みです。